ドラパンダ、今日はメガネじゃない、そう。アキもアキラくん、まさき、ごま太郎、よだ、みちひろ、もっさん、かずやっち、しろと銀、姫、ちいりょう、のぞみ、ルナール、いや、けばば、むて、ゆゆ、六度一、ラーユ、わた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 、カブトムシのうりん、うより、たーい、ラスカル、なな、ともとも、エビス、まー、あ、さん、まや、あきすけ、すーさん、しまっくま、しゅん、グラス、しんいち、くに、やましー、すぎり、なお、いぐにいる、ひろっち、よし、よんな、前髪流したの？流した？分けた？分けてる、最近。ハッピーさんが寝てる。ペチ、ウェーズ、ひろっち、いぐにいる、なお、かず、こんばんは、こんばんは。今日の服かわいい。そう、なんか違う、いつもの自分じゃない。久しぶりに着た、これ。なんかショールームのおじさんの時にも着た気がする、多分。分かんない、覚えてないけど。ウエスタンっぽい、確かに。見た気がする。え、だよね。今週のゼロポジ出る？そうだ。そうそうそう。根性ゼロポジが始まるので、ぜひ見てください。見てください。どうやって放送されるのか私も全くわからないから、すごい緊張する。え、絶対顔やばい。絶対顔やばい。けどいいや。こんばんは、こんばんは。了解です、ありがとうございます。ハッピー、こんばんは、こんばんは。アブが15日出てほしい。出たいね。まだね、私も分かんないんですよ。11とか15とか。眠いですね。眠いね。初見ね、さあや。初見じゃない、こうちゃん。ありがとうございます。今日のお昼大富豪大佐ありがとうございました。ありがとうございます。そう、たまたま見たら、ボーナスタイムだったから、やってみようと思ってやったら、ちょっと、10回以上やっちゃった。楽しくなっちゃって。結構大富豪になれた。でもね、忖度してくれる方、やっていくうちにどんどん少なくなってきて。こんばんは、こんばんは。革命はしてない、全然。革命すると私絶対に大富豪から大貧民になるんですよ。悲しい。また大富豪やるときはメールで言うので、あとは配信後にたまにしてるから見ててください。いや、いいねしといてありがとうございます。三つ星さん、タコありがとうございます。なんか全部止めてんからキモい。なんかなんか見えない。そう、今ね FNS 歌謡祭で AKBが出てました。サステナブルを、須田さんがいました。すごい可愛かった。やっぱショートって可愛いですよね、女の子のショート。こんばんは、こんばんは。やってるわね。こんばんは、じきさん、よしかなさん、こんばんは。ショートにするの？なんかすごい迷ってるんですよ。成人式が終わったら来年の1月。ちょっとね、どうしよう。ねえ、ショートって言ってもこのくらい
だけどね、でも中途半端長さ似合わないかもしれないからな。サステナブル踊れるの？踊れない。振り入れはないよ。菅さん本人直接言ったらもっと喜ぶと思うよ恥ずかしくて言えないボリンスキーさん、クリスマスのプレゼントありがとうございます成人式か、そうです。双子の子が寝たので来ました。すごい、ありがとうございますFNS 解説と警察に、警察に従事やってるの？もう終わっちゃうじゃん。忘れてた、私大好きなのに。うわーい、やらかした。そうだよ、なんか姉ちゃんと番組表見てて言ってたな。うわー、忘れてた。研究生は髪型固定じゃないの？固定ですよこの後は水曜日のダウンタウン、そうだ、先週なかったから楽しみ。お姉ちゃんと見れる、リアタイで。三つ星さん、クリスマスプレゼントありがとうございます。何色の振り袖がいいですか？自分のその前撮りとか地元の行くってなったら白ベースの黒が入ってるやつなんですけど、 AKB さんの方の振り袖は希望は出したけど通るかもわからないし本番にならないとわかんないので、皆さんその時までお楽しみにお楽しみに。よしや、こんばんは、ワクワクねえ、楽しみだね。成人式終わってからショートにしたら里川さんと一緒。そうだよ、どうしよう。でも真似されたと思われたら嫌だし、でも切るならここくらいがいいって今は思ってるから。髪飾りつけてる？今はつけてないよ。こんばんは、リテマさん。こんばんは、ひろふみさん。そうだ、なんかイベントあるじゃないですか、これからある東京ガールズコレクションの。なんか私誰が出演するって見ないで、てかもう初日からすぐにやるって言ったじゃないですか、メールでもブログでも配信でも。で今やっぱネットって皆さんが まとめてくれるじゃないですか、この枠は誰が参加希望を出してるよっていう。それを見たら明らかに私やばいなって普通に思っちゃって、弱気な自分が出てきちゃったなって思うんですけど、でもやるからにはやるってもう言っちゃったからにはもう最後までやるって決めたし、自分の配信できる範囲で全力でやるので、見てくださると嬉しいな。同世代がすごいね。そうなんですよ、なんか二十歳だけでも難しいのに20、21歳、そう、二つの年が合わさるだけでこんなに違うんだって自分でもうびっくりした。まあね、順位に入れなくても配信するだけ本当に意味があると思うし、いろんな48グループのファンの方が私の配信で星集めに来てくださったり、それでそのまま見てくださる可能性もあるから、マイナスには捉えないように、みんなで楽しめたらよね。だねでも夢は夢だから諦めないので、一緒に頑張ってください。ポップティーンで名前知った人多いと思
そうだね、嬉しい。そう、実際それを見てとかイベント期間の私の配信を見て気になった好きになったって握手会に来てくださる方もいるので応援してます。参加して損ない、損することはない。ありがとうございます。結構敵は多いけど好きメンバー表明してない。確かに今のところ私と川島とイズポさんですよね。ねえ、入り内はい。こんばんは、こんばんは、ガニコさん今日も来たよ、ありがとうございます。地中神馬ってはどうしたの、その時の配信、え、なんか言ってたっけ。ギッチョーさん、ラグオッチカイリちゃん、タケヤン、こんばんは、こんばんは。ナッツさん、こんばんは。ねえ、今日のブログも上がったんですけど皆さん読んでくださいましたかね。見てくださいましたかね。あ、まだ読んだ、 ありがとうございます。そう、この間は出せなかったので桃垣さんの卒業公演のこととイベントに関することを書いたので、まあ、配信が終わってからでも読んでくださると嬉しいです。まあ基本配信で話してたことを書いてるって感じだけど。了解、ありがとうございます。りょうすごい。りと同じ。うん、30分6回もちろんだけど20分9回。あー、そっか、それもあるのか。私ショール配信なんだっけ、ポップティーの時は30分を6回しかやってなかったな。ロストマンさん、こんばんは、こんばんは。鍋風チャート、ありがとうございますね。でも川島も参加するって言ってたし、でそれから川島結構連絡取り合ってるんですよ。やばいねとも話するし、いやだから参加するって言ってから頑張ろうねとか話してて。さあ、やはい、さっきまでカブトムシ作業してたよ。いいなぁ、幸せやん。3周しやすいのが30分だからそこは任せる。はい、ありがとうございます。今回も救急連合なぁ。さあや、こんばんは、こんばんは。そうじゃんね、成人式の前撮りの日も今日私電話したんですよ。電話で時間っていうか日にちを変更してもらう電話をしてね。それもあるからやっぱり全力でやらないと。チコちゃん、こんばんは、こんばんは。昆虫もぐもぐ配信とかそれ絶対みんな見てくれない、は絶対しない。絶対しないやん。寝ぼけばなんかさ、こんばんは、こんばんは。振り袖の色決まったの AKB さんの方かな。それは一応言いました、当日までお楽しみに。ことは時期が被らないの、え、そっか、ギリギリ前後だと被るのか、そんなに違うんだ。おー、それは嬉しい。おー、本当だ、15分経った、247日目、ありがとうございます。ブログ見てきました、ののさん読んだらニヤニヤしてくれるなりだね。本当かな。
え、でも言わなくていいですよ、全然恥ずかしいので。ありがとうございます。昆虫食って今流行り始めてるらしいよ。そうなの？ねえ、いいじゃん。まあね、これから何があるか分からんから、なんか髪がモサモサするな。珍しい茶色。そうです、ブラウンです。今日は9期で AKB 成人式は2人目。そうです、冬ちゃんの次です。私、そういや、のむちゃん期間限定インスタ作ってたな。あ、見ました、須田さんとの思い出の写真を載せてましたね。素敵、かわいい。ハッピー、一枠だけでもいいからポニーテールしてほしい。じゃあやります。やります。聞いてほしいことがあります。何ですか？1011日超えようね。できるところまでやります。言ったな。いや、ポニーテールはまだいける。ツインじゃないから。ポプティメイク配信、ポプティメイク配信、あ、ジングルベル歌って、あ、須田さん、ジングルベル歌ってる。アクアーズ、うん、でもあれラブライブの方ですよね。あれ違ったっけ。ゼータンさん、ハートありがとうございます。アクアだけ、アクアさん、図は入れないんだね。テレビ見てるの？出てます。違う、ついきってあります。消気してるけど、複数形だけど。ああ、ありがとうございます。ん、さあ、やー、はい、トロバタワタワタワさん、バラありがとうございます。初日何時からできそう？いや、わかんないんです私も。その日AKB じゃないよ、 SK の握手会で、私7、8部だから遅いんですよ、部が始まるのが。で、帰りも遅いから、何分できるかわかんないんだよな、まだ。その時はメールします。それか急に始まっちゃうかもしれないので、それはちょっとごめんなさい。握手会会場はね、できないんですよ。この間はちょっと言ったんですけど、まあでも事前には言ってみてます。ん、言ってみようかなって思いますね。ねえ、本当にその日初日握手会できなかったら、夜ぶっ通し配信にそうなるかもしれない。朝配信、いや、その開始の時間が5時からなんですよ。で、午前から始まってたら行く前にやってたんだけど、8分まで握手あるけど飲み会。はい、帰ったい。次は24日楽しみに待ってます。24時間配信、うん、違うよ、3時間以内をフルで使うっていう。サヤの制服が忘れられない、嬉しい。ずっと覚えててください。9時からぶっ通し、時間は決まってないけど、まあでも言ってみますね。言ってみますね。そっか、コラボ配信ができるのか、イベント期間中は。ちょっと言いますね、それは。コラボ配信できるのはでかいな。
ショールームイベント、そうですねー。1日3時間超えたら強制終了だっけ。そのそうかな、いつも3時間以内にちゃんときっちり止めてるから強制終了されるのかは分からないけど、ラブイベント参加するの、そうするんですするんです。1時間で1回切るとカウントできるようになるから。あー言ってた、懐かしい。そうだ、何分後かに配信を始めてた。数分は余裕ある、そう数分空けますね、もし時間なかったら。多分3時間で切られるはず。やっぱそうなんの？ん？あー3時間以上後日確認が入ってポイント。あーでもそれされるの嫌だからやっぱり3時間以内にちゃんと切る。公演楽しみにしてます、ありがとうございますね、早く出たいんですよねー、出たいなぁ。何位まで入れば OK なの？上位3位の3人です。3時間で切れるだけ、初日は1時間ごとに若い子でカウント。おお、そうしよう。もう本当にいつも教えてくださってありがとうございますねえ。また思い出さなきゃ、すぐ忘れちゃう。最終以外は自動的に切れる。そうなんか、須田さん、ジュニアさんとかコラボしよう。絶対できん絶対できん、まあ、でも頑張ります。今日はなんか話そうとしたっけな、なんかあった気がするけど、どうすれしちゃった。あ、え違うな。ん？ 4、あと3日後に握手会ですね、皆さん急にだけど、その日は初めて西さんと一緒にコスプレをする日なので来てくださいね、皆さん。でもそのキルコスプレまだ私着たことがなくて、着てもないんですよ。だから一回着てみなきゃわからないから怖いしな、着ないで行くって怖いよな、もしサイズ合わんかったらとか。着なきゃ、配信では着ないけど気になるねねえ、試着大事。そうケーキメンバー他にイベント参加してる子いる？川島です。一緒に頑張る。楽しみすぎて10時間しかねめっちゃ寝れるやん7日は券ないから隣のレーンから見ますね。悲しい。じゃあ隣の方の握手には行くんですね。誰かか私名前分かりますよ今週末さやに会いに行くよ、初見だけど嬉しい、ありがとうございます。イベントには参加しますか？参加しますブカブカも可愛い。土日仕事会えない、祝日に会えるね。じゃあ握手会行くけど8部の県内から隣のレーン、あれ？じゃあ7部会えるのかな？ハローハロー。8日はいける。8日は私服にするか最後のそのチャイナドレスを着るか迷ってるんですよ。今日のん？今日のブログでも書いたんですけど、でもその日が青海さんとあーやがチャイナドレスを着るってブログを読んで気づいたので、それは被ってしまうしやめようかなと思ってるんですよ。でも次
チャイナドレス着るなら愛知スカイエキスポで着たいので、部で着替える人もいる。そっか、8日は今年最後。そうだよね、もう悲しい。早いね。そう、あうみさんのチャイナ強そう強い、絶対強い、かわいい。だって私あうみさんとレンが隣なんですよ。だから余計に被るし、まあ色は被ってないと思うけど、なんか申し訳ないと思っちゃう。先に2人がもうやるって言ってたし、私の立場だったら、まあ、被っちゃうのかってなんかね思っちゃうからブログ見てきました、ありがとうございます。うん、やめた方が良さそうだな、来たいけど。やっぱね、私人と被ることが苦手なんですよ。なんか本当に自分一人の道で行きたいっていう、その何こだわりがあるんですよそうだからオリジナリティ、そうオンリーワン、そうなのそうなの、個性カンフーすれば違う、確かに違うけどうーん、人とかぶれたくない人、そうなんですよこだわりが強い、そう、いつからこんなめんどくさい人になったのかわからないサーヤが認めるところに出ないか期待してますそっかそっか、次の進学誌買ってもいい、待ってます、いつでも待ってます、ありがとうございます。キャサンみたいなブラウスとスカートは、キャノンティどんな服着てるの、なんかブーがいつも遠くて会えないから分かんないんですよ。自分らしさ大事、ありがとうさやこんばんは、ヨシさんこんばんは。自分という軸をぶらさせたくないことはよくある、そうそれと一緒、私も学ランは絶対私似合わないな、男装とか絶対似合わん、女教師みたいだった。え、何それ、猫神さんこんばんは、こんばんは。たまにはオフショル、私オフショル持ってないんですよ持ってたとしても今来たら寒そう、まあ、会場で話してれば暑くなるけど、オフショル、オフショルといったらもう里川さんと青海さんのイメージしかないないな、オフショルは。ハッピー、みはるれいの横で、え、川島のれいの隣だったこと私あったっけ、え、いつの話だろう、でも嬉しい、ありがとうございますさあ、やっほーやっほー、あー川島から連絡が、悩むオフィシャルなイメージ、え、確かにある、かわいいお礼さんこんばんは、こんばんは。さやが青海さんのオフショル着てたらみんなびっくりそう、そんな着てるイメージないですか、私オフショルって。一味さんこんばんは、こんばんは。あ、みっちゃんね、あそうだそう、みっちゃんの隣握手会、握手会じゃあったかい、なんか人によるんですよ、私は暑い暑い
ないかな。嘘。ええー、本当にない。おしろい。いずれさん来てたんだ。何でも似合うと思う。嬉しい。おしろいね。ちょっと考えとこう。来年の夏あるかな。自分も握手会場は熱い派。やっぱりそうなんだよ。あとはこんな私に緊張してくださる方もいて、その方は熱いって言ってくださる方がいるんですよ。もう嬉しい。そう、この間の握手会で私の知り合いの方が来てくれたんですよ。そのことが、それが初めて私が知り合いに来てくださった。え？違う。なん、え？違う。なん、同じことしか言ってない。初めて来たんですよ。私の知り合いの方が。で、その人も握手会に参加すること自体も初めてで、そう、本当に嬉しかった。久しぶりに会った方なんですよ。オフショルに握手に、ん？オフショルに抵抗があるのはワンショル、待って、ワンショルってなんだ？ジジャルさんよりサヤの制服、可愛かった。嬉しい。見てください。受付がまず緊張する。そうなのか。初同士、そうなんですよ。そしたら、その、私の知り合いの方が、一人じゃあれだから、もう一人知り合いを連れてきてくださったんですけど、その方がね、これからも握手来るかもしれないっていう話を聞いて、すごい嬉しかったっていう。そう、初めましてだったんですけど、私は。本当に嬉しかった。さやの制服、評判良きだった。そうなの？私知らないよ。知らないよ。そう、本当に嬉しくて、すごい喋った。こちらの世界よかった。じゃあ、その方ももともとアイドルが好きだった方で、でも何年も行ってなかったらしいです。握手会とか。もう。これは、現場復帰っていう感じですかねって話しました。そうなの。嬉しいね。今度行ってもいいですか。いつでも待ってます。また制服着てほしい。そんなコーヒーなんかよかったねって言ってくださるとまた着ようかなって思える。嬉しい。道広っち尊い。ありがとうございます。次は冬服で。冬服か。そっか。いや、でもセーラー服だとしたら夏服の方が制服感強いんですよね。あ、ブレザー、私もブレザー着たいな。握手会女性多い。いや、男性の方が多い。女性たまにいるんですよ。嬉しい。ケーキで？そんな嬉しい。現役高校生じゃなかったけど。そう、今日上がったブログで、握手会の制服の写真と野垣さんの卒業公演の写真2枚やろうとしたんですけど、いや、もうここは野垣さん1枚だなと思って載せなかったので、次のブログで私の握手会で着た制服の写真は載せます。ケシロさん、ハートありがとうございます。今度セーラー服でスカート長めのスケバン、似合わなそう私。ねえ、下制服上パーカー。そっか、私的にはセーラー服の上はあれがいい。スウェット、ん？っていうの？すごい、頭の上さんが綺
カーディガン、カーディガンは嫌なんですよね。カーディガンとまた違う、あのスウェット、スウェットだよね、スウェット。さあ、こんばんは、こんばんは。 CA の服見てみたい。ちょっと頭に入れておきます。ももちゃんが最後のショールームスクショタイムでサイポーズしてましたね。あ、そう、私見てたんですよ。ずっと見てました、最後。自分の配信が終わってからスクショ私もしてあります。ももがきさんがここでサイポーズしてるのと、あとこれやつかな、須田さんへの愛っていうハードと、こうやって鳥インコですわっていう、ちゃんと見ました。可愛かった。おのしポーズは多分してなかったんですよ、その時。あれ、してたっけ。いや、サイポーズの方がしてた。泣きました。泣きません。あ、そう、それはあと1011やってた、逆かなってやってた。懐かしいね。それのスクショはずっと撮っておく。うるさいな、なんだ。みこさんはねえ。なんだ、やば、もう1時間くらい配信したかな。いつも忘れちゃう、ぴったりに始めてないから。最近もうそろそろかな。ん？違うじゃない、ただ手挙げただけとか。うん？キャサが着てたメイド服お願いします。え、見たことない、絶対可愛いじゃん。え、見たい、今着た、やめた。30分ちょっと、あれ？今日そうでもないね、なんか時間経つのが。何時、1時、まあ今日はね、もうそろそろ終わりにする。まもなく40分か。おー、チコちゃんがやってみたいコスプレはある？前あの断念したあれがしたいです。なんだっけ、キョンシーをやりたいです。でもこの間里川さんがキョンシーやってて、え、もうすごい可愛かった。ちなみに私がキョンシーするんだったら青のキョンシーをする予定でした。そう、それでもさ、何週半、時間過ぎるの早く感じる、嬉しいな。そう、里川さんがやってた、すっごい可愛かった。なんかね、そう、里川さん、私の勝手かもしれないけど、すごい気にかけてくださってて、私が、私と目が合うとずっとニコニコしてくださるんですよ。もうそれが可愛くて、私ずっと見てられないんですよ、恥ずかしくて。すぐ目そらしちゃう。で、心の声が出て可愛いって言ってる。もうダメだ、本当に可愛いんですよ、里川さん。里川さんの笑顔って誰でも笑顔にできると思うんですよ。そう、本当に素敵、里川さんの笑顔。里川さんもニヤニヤしてる。あー、確かに可愛い。沼の住人、そっか、これが沼か。今気づいた感じじゃないけど、本当に可愛いの。なんか響き、飼ってる猫の口呼吸の音です、ごめんなさい。誰ともニコニコするよ、もう最高ですね。もういい人です。
オーラがもう出てる、全面的に出てる。みやくんこんばんは。こんばんは、お疲れ、ありがとうございます。ユーチューバーの里川のママレベル高い、嬉しい。いやでもまだね、一緒にしちゃいけないと思ってるので。里川さんに近づくにはまずホラー映画見ないと。ホラー映画苦手なんだよな。いやでも話のネタになるならやっぱ頑張って見るしかないよね。ハッピー、みやくん音符ありがとうございます。ねえホラーは苦手なんだよな。沼と島。え、いいね。あー、里川さんは沼って言われてるから、里川法沼って言われてるじゃないですか。私は島なら三谷島、なんか変だな。え、でもそういう感じですよね。自分のニックネームに沼をつける、島をつけると、三谷島、普通に島つけちゃうと入り口島になっちゃうから。あれ、三谷島の方が分かりやすいな。入り口沼、うん。そのままになっちゃう。沼内島、あ、すごい、全部入れた。三谷島はなんか違和感、確かにそれはあるね。三谷島も一番し、チコ島、あ、かわいい、サイアイランド、かわいい、入り口。え、いいね、いいね。こんばんは、こんばんは。待って、父内沼にハマってます。それ初めて聞いた、笑う。やば。やば。なんかいろいろあるね、考えると面白い。すごい、青い海と赤い堀、かっこいいね。だんだん住もうという名前。西内島はどこ？ここですね。西さんともちょっともっとお話ししたいんですけどね。出口なんか違う。大きな橋本当にいっぱいあるね、ケーキって。川島も意外とそうあるしな。ね、よし、かゆくなる、いいね。ミルキューって言っていいね。川島は NG。 何がね。よし、もうそろそろ終わりにします。今日のブログを読んでない方はぜひ読んでください。いつも通りなブログかもしれないけど、履くのが大変。そうなの、ちゃんとあの腰まであるメディキュットにしたんですよ最近。その方がお尻とか腰、骨盤もキュッてする、いいんですよ。効果が出るか分かんないけど、やってみなきゃ分かんないしね。何事も頑張るね。そうだ、12月の壁紙ももうちょっと待っててください。入り口島ってミュージー言いにくいだろうな。たまに自分でも噛みます。ラーメンに向けてかな、まあ、それもあります。お腹が空いて仕方がないですが、お腹が空いたらこれを飲めます。
よし、ラギ組みます。1位道広、2位カズヤッチ、3位ゼータン。あー変わった、危ない。1位道広、2位カズヤッチ、3位ナナシ、4位わた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 、5位ミズティ、6位ゼータン、7位ニイチの剣、8位バショウ、9位ムツミ、10位トモトモ、11位メルローズ、12位小雪、13位コジコジ、14位タツヤ、15位マサキ、16位イグニール、17位カゴ、18位カブトムシのリン、19位ヨダ、20位ケイパパ、38位ユユ。よし、他の方は皆さんありがとうございました。スクショするのでイヤホンの方ごめんなさい。 OK、オーケー。なんか前髪やっぱうまく決まらんな。え、今の一瞬で前髪あるな、やっぱ全然違うね。眉毛はしっかりしてる。やば、どうすればいいんだろう、分からんもんね。うん、普通にした方がいいのかな。うん。びっくりしてね。ありがとうございます。分けてるの結構好き。よし、分ける。あげたー。なんか配信ね、やめろって感じだよね。ごめんなさい。終わりにします。よし、ハッピーターンをちょっと出したいかったんですけど、ぐっすり中なので明日。ね、前髪ね、配信であげるとなんかすごいおでこ広いんですけど、直接見ると平気なんですよ。これは何なんだろう、眉毛すごいしっかりね。まあいいや、ごめんなさい、余談終わりにします。ちょっとボサボサになっちゃった。あ、もうめちゃめちゃボサボサ。はい、今日も島民の皆さんが大好きです。おやすみなさい。すごい。